light. I got deep. Thank you.
fight! Fever! 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 Psycho! Tiger! Uppercut! Tiger! Tiger! Tiger!
Sonic Boom! Round
Yeah.
あ、こんばんは、セロテープです。じゃあ1月も最終日ですが、第148回四季の細道始めていきたいと思います。ワンピー側がハクくんのザンギエフ、ツーピー側が金子くんのリュウ、行ってみましょう。はい、どうも川島です。こんばんは、川島さん。ハクくんね、ザンギね、触るんですよね、最近ね。そうですね、最近なんかリュウザンギ流行ってますね。そう、しかもね、結構うまいんですよ。さあ、ミドルからピオラして、あー、いいダイキック、はい、からじゃん。いいダイキック出ましたね。おー、差し返し。金子くんもね、たまに竜使って遊んでるんで。そうですね、最近、四季のメンツは変わる変わる竜やったりザンギやったり、結構まあ強くなってきてますけど、ザンギ戦ね、そんなやってるの見てないんで。まあ、ちょっと押されてますけど、いいファイヤー。さあ、どうでしょう。あっ、いや、いい歩きだ。あんまり上から行かないですよね。そうですね。あー、なんか相打ち出際だってさあ、出際になんか当たって、ちょっと見てなかったです、ごめんなさい。さあ、あと白山儀が、さあ1勝目。さあ次はどなたかな、山本さんかな。そうですね、山本さん。1キャラ目は竜ですね、やっぱり。あ、竜、あ、竜。山本さんだいたい竜チュンリー固定なんで。そうですね。さあ白山儀対山本竜。さあ飛び、さあダブラリをやっているが出てない、それが幸いして。コパコパから竜巻読みの頭突きを出しましたよ。やるな。さあ山本さんも上が出る。あっと、鎖骨は安易だったか。あー、スクリューが化けて、なるほど、かなり押し返しましたね、今の。あー、昇竜拳やりにいってる。あー、投げ返しじゃないかな、今ダブラリーミスですかね。どちらかですね。真空読んでてダブラリやってたんですかね。あの音は多分ダブラリの音です、ね、ダブラリ出てればね、勝ってますからね。はい、さあ台足置いてある。さあ青菜大パンが、あれがね、ピオリチもでかいし食らうんですよね、割とね、意外と食らう。あ、走ってる。さあ、ちょうど噛み合った。さあ、スクリューまたしても使わせたが、真空置いてあった。あー、残念な結果。さあ、その前ですね、バニシングに化けちゃいましたけど、あそこスクリュー出ていればね、まあ、ハック勝ってましたね。さあ次は、さて山本さんの竜が勝って、
ヒロポンダルシムですね。ああ、シムですか。さあ、シム使い。さあ、色が水色。あれ水色なんですね。ダルシムの色結構分かりにくいんですけど。これ何色ですか。ドブ？何？何色？なんかいくつかあるあの金属系の色だと自分は思ってたんですけど、なんかテカリがあるんで。テカリ。ああ、そうですね。なんかマテリアル系の色ですね。はい、なんかね、そういえば。さあ投げてる。さあじっとしているぞ。さあまあ我慢強さが必要な場面もありますが、さあダルシムは攻めても結構強いキャラなんで、そうですね、カワシム的にはガンガンいってほしいですね。これね、つま先が鋭いですよねこのキャラ。つま先が鋭い。いやいや、まあ、スライディングなりドリルなり。ああなるほど、スラストもね。はい、さあめくりたつまゲスカって、さあここはガード、ガード、あっシャガチュー。さあここは正解でしたかね。山本さんは割とこう様子に少なめ常に動いてるイメージがあるんですが、おお、ジャックドレルに今ね昇竜拳合わせましたね。さあ昇竜ガード、さあこれはちょっと遠かった、よりち、あい打ち、あタッチ切れちゃダメでしょ、投げに行かず中ボス。さあ山本龍連勝で入るのが川島健。さあ波動が当たるぞ。登りたいパン。さあ壁から出られない。出られた時は死んでいた。さあ2ラウンド目。勝利で受けて波動。さあ今回も剣が押しているが竜巻入れ替わって上が出て、さあ今度出られないな。おっと一文字一文字から、先に飛んだのは龍だったが烈破耐久から削り昇竜。はい、こんばんは、山本です。サクッと負けてきました、サク負け。さあ、続いてディオンさんですね。ディオンさんは、フェロン。お、フェロン、ディオンさんもいろんなキャラ使いますよね。そうですね、最近 S フェイロン結構気に入ってるっぽいですね。S だ、S フェイロンだ、ね、なるほど、色がかっこいいっす、はい、確かに S キャラの一番いいところはやっぱ原色なので色は大体かっこいい。そうですね。さあしかしこの波動をくぐれるかどうかですよね。そうですね、ちょっとレッグとかないんで攻めるとしたら本当に横からレッカーで押すか削り飛びが飛びで通っちゃうかワンチャン入れるか。だから飛びが通った後に、はい、一応中キックにキャンセルかかるんで。なるほど、そこからレッカー減 X メイロンではコンボにならない距離から。おっと、お、繋がっている。重ね大パン中足レッカー減ですね。目押し目押しですね。重ね大パン中足が目押しで、そっからはキャンセルですね。そうですよね、すごいですね、高度な。いや結構コンボ見ました。結構難しくない的な。ダイヤスタイク、さあこのモードはきついはず。そうですね、この距離きついっすよね。さあ空振りにきっちり2発入って支援、支援で切っていく。どうする。さあリバーサ読みのちょい下がりだったが出さなかった。劣化から劣化、あっと、レッパまともにもらって、さあ全部食らっている。おっと、どうする。さ
いやー波動が出してきた、波動が置いてあった、惜しいところ。さあ続いてエクスパさん、お自らネームプレートを動かしていただいた、ありがとうございます。さあエクスパさんは龍ですよね。そうですね、はい、今日も龍龍、はい、川島健久々見ましたけど、そうですね、もう散々みんなにあれができんこれができん言われて使うキャラが減ってきてるんじゃないですかね。いやいや、できんそんなガチじゃないですかね、ここのできん。そうですね。まあ我々に袖の下を渡していただければいつでも。あ、そんなルールだったんですね。そうですね。いやおっと、いい台足。さあ波動真空すぐ使っていく。さあ足払いで2回踊ってめくり、おっと竜巻逃げ、竜巻で逃げる。さあただこれ体力半分ですが飛び込みが入れば、ね、そうですね、一発ありますよね、繋がって、おっと大足払い冷静。1ラウンド目エクスパーマジシャンですからね、やっぱりね。昇竜昇竜昇竜、根元で当たっている。さあ波動踏んでしっかりガード、投げる、投げ、恐ろしいな、やっぱり。さあ大足レッパー、おっとおつりなし、おお中央シャドウ、昇竜に中足波動、たのはエクスパー、さすがエクスパーさん。続いてドカタさんですね。さあ龍龍対決ですね。お、ドカタさんも龍、はい、今日は10人、9人か、9人ですね、9人ですね、プレイヤーが強豪揃いですね。さあ龍龍、青い方がドカタ龍、オレンジの方が同じエクスパー龍、投げる、差し掛けていく、竜巻の使い方がうまいですね、エクスパーさん。なかなかやらしいです、 S 流の人のような動きをしています。さあ竜巻ワンポピー側に舞い戻ってしゃがみ大パンから真空削り、これね安定して5発削れるんで、下がってからファイヤーで飛ばして、さあおっと、タッチパンタイプ、なかなかバラエティに富んだ耐久で相手を翻弄していく、全く予想できないですよね、でもね。あどう、お裏回り結構飛んでる割に土方流の昇竜をまだ食らってない気がするんですけど、そうですね、ふんわり竜巻でダメージも与えないが自分も何ももらわないみたいな、そうですね、お釣りはないけども、昇竜拳、これ昇竜か、真空は避ける、しゃがみ大パン、真空削り、時間が確定パターンですね。あーっと化けたか、勝ったのエクスパー、エクスパー流勝利。続いてそれでセロさん、はい、セロさんが DJ、 それ DJ、 これはエクスパー流ちょっと厳しいか、なんだ入れ替わる、お空達でふんわりジャックを切っていった、めくって竜巻投げ、これは良くないぞ、なんだなんだ、おっとめくってはいたが、なぜかガードしてなかった、
弱パン波動ってコンボね、あんま狙って使わないですもんね。昇竜暴れなのかな。さあ昇竜から投げ、透かして投げ、出る、投げ、波動踏ませる、さあちょっと後ろへ歩って波動だったぞ。ジャック、さあカーニバルで終わった。さあセロ DJ 勝利。あーごめんなさい、まだ2ラウンド目だ。さあ3ラウンド目、ふんわり竜巻。知っている、知っているぞジャックのタイミングを。これはまずいぞ。昇竜を、対空昇竜なくてもここまで DJ を追い込む。ロケッティア、これは分が悪い。さあ裏からマシンガンいったがガードしていた。さあ真空系でデクスパー勝利。さあ続いてハクさん、ハクさんですね。あごめんなさい、金子さんだ、失礼しました。金子さん、で金子さんが最後のプレイヤーですね。9人目、2周目、あ金子さん、そうか、ごめんなさい、すいません。そうですね、最後のプレイヤーはストロテープさんで、あれクレー入れてあげてください。2人とも。さあ金子さん2周目、 DJ、 また DJ、 リュウ DJ、 またリュウ DJ。 さあネモプレイヤーズ、あーごめんなさい、字幕が出ないからね。金子 DJ、 金子さんの DJ ですね、とエクスパー、エクスパーのリュウ、エクスパーさんのリュウ、シンク踏ませる。おっとジャックで待っている、ここは冷静。しっかり台足もガードする。やっと波動を踏んでいる。ふんわり、ふんわり竜巻はジャックで落としたが、おっとアッパーガードさせての昇竜。しっかりガードしている金子 DJ。 当て投げ、上から当て投げいた、シンクここで使っていく。まあそうっすね、逆転のチャンスあるとすればこの辺ですね。先にある程度体力奪っとかないとと思ったが、竜巻空竜を投げる。さあこの波動を踏ませるのうまいっすね、エクスパー流。下がるスタイルがやっぱり、しかし大足対空は DJ にはあまり効果がない。またしても波動モード、そのモードのまま逃げ切れる感じだが、なぜかエクスパーリューは前に行ってしまった。逆転されている。さあ波動打ちモード、あとはもう時間がないが DJ は逃げるだけ。
ジャックが、あ、カーニバルが引っかかって逃げ切った。ガードでよかったぞ、エクスパー。さあ、金子 DJ 勝利でハクさん、ネクストプレイヤーイズハク。ハッキャミ、ハッキャミ来た。これは例のあれがね、炸裂しちゃうやつですよね。タメキャラにはあれはちょっときつすぎる。いつ来るかわからないこのドキドキ感。来た。しかし後ろ陣ハッキャミーね、わっとスピンドライブが刺さっている。ハッキャミー上もしっかり出るんで飛びにくい。おっと開幕フーリガン、キャノンから投げるレッグスライサー、面白いように当たっている。キャノンスパイク、これは完全勝利。続いてヒロポンさんですね。ハメよくないと、ハメではない気がするが完全なセットプレー。さあ、続いてヒロポンさんはバイソン、ヒロポンバイソン。さあグラウンド密着からヘッドを警戒している。しかしダッシュオアに対していったぞ今。投げる、ダッシュオアに対してフーリガンはちょっと噛み合っちゃうと、まあ、気まずい感じですね。あれはね、嫌な感じしますね。さあレッグスライサー画面端厳しいぞ。さあフリガン、ここであれ行っちゃう感じ言っちゃっていいですか。じゃあマイクしちゃっていいですか。はいはい、えあ、はるきさん、はるきさん参加で、はるきさんがここで2周目で参加。あ、1周目、S 剣 S サガ、あ、出しちゃうんですね。さあ、ハルキさんの S 剣。さあ、フリガン。まずはご挨拶がてら。勝利剣。ハルキハルさんは、S サガがメインなのかな？ S 剣も。よく見かけますが、ちょっとでも、あ、そうですね、餌がね、小物道待ってますんでね。次の週末かな、あさってか、日曜日、ごめんなさい、今日金曜日ですよね。さあフーリガンが、あっと飛びが入ってしまう。さあ続いてほぼ山本チュンリーですね。これはさすがにチュンリーかなりイケてるんですが、さあハクキャミーがあっという間に体力7割奪っている。7割から8割へと。さあ気候を打つ暇もなければゲージを貯める暇もないか。逃げていく、ゲージを貯めながら、さあ死ぬ前に溜まった。そしてワンダウン、めくりに行ったが振り向き立ち中盤、技が重なってなかったですね。それを見てから通常技で落としていく。さあキャノン、歩きキャノン冴えている、投げて受け身なしからの
フーリガン、めくりがヒットして、流れるような動きで勝ったのはハクキャミさあ続いてディオンさんですね。ディオンさんは2キャラ目はホークか、エスホーク。ほう、飛んでいく。さあホークは近づきたいところですよね、はい、お互い玉なし同士。 X だとこれ圧倒的にキャミーなんですが、 S だと実は割と差し合えるのでホーク側も悪くないという、まだわからないっていうところですね。そうですね、一発ありますからね。しかし中足差し込んでいる。結構ホーク側が適当に暴れていても相打ち取るとダメ勝ちみたいなところあるんで。さあだが技の置き方はハクキャミーの方が一枚上手が相打ち。今度通らず、厳しいところですね。キャノンめくり使ったが被害なしで、さあワンチャン行ったぞ。ちょっと遠いか。そうですね、トマホ仕込んだが相打ち。あ、最後は相打ちで勝ったのはハッキャミー。コントル、渾身のコントルでしたね。さあ、続いてカワシムザンギなるほどなるほど。さあちょっと絶望的な感じがなくはないですが、川島ならやってくれるかもしれない。あゆち、さああのヘリ。そうですね、ダメージ差がありますからね、入れば。そうですね、あゆちさえ取れればといったところ。さあさあ上から一発目いったがちょっと離れて、さあ台足が当たる。さあ最後余計なことはしない、もうあゆちでいいよと言わんばかり。さあミドル、誘いましたね、ローとミドルを交互に振って誘いましたね。まず1ラウンド目さあリードした。ザンギはおっとダブルリめくりは通ったんですが暗い投げ。さあ厳しくなったミドル、歩きキャノン、歩きキャノン、フーリガン。さあハク君そんなに待つのは得意ではないので、ザンギ相手でもなんか自らやりにいっている。そうですね、多分タイプ的にやっぱり攻めたい。さあ上もちゃんと出る相打ちだが一方負けしなければ、おっとこれは美味しい。3位にスクリューに行かずにローダイヤして、まだ分からなくなってきたぞ。体力はほぼ5分。さあダイヤスの置き方がうまい。タッチダンパイ、タッチダンパイ、キャノン出ないところから、さあ終わりまで持っていった。タッチダイパン思い出したんですけどね。ドカタさん、さあ、あ、これ得意のドカタ竜だと思いますんで、得意の竜ザンギ流行りのやつですね。またね、またあの竜でねザンギを倒すために全ての気を使ってきたというね。しかしピヨってるぞ俺。さあ1週間頑張ってきた成果がついに出せる前に10秒でまず1ラウンド落としてしまう。なるほど、上ガードしてしまってはザンギの思うつぼ。さあファイヤーや、つかされてつかまれて、ちょっと早かったですね。置きミドル、台足、ファイヤーから2削り3削り。そんなに波動打っちゃっていいのかぐらい、あの距離は大丈夫ですね。お、ギリギリ大丈夫。ダブラリの先端さえ当たらない距離ならいくらでも打っていいです。むしろそこで打たなかったらどこで打つぐらいの。昇竜出るよ、
強昇竜真空削り、しかしガード後は中足、さあ中足多め、あっとあっと上からいった、落ち着け落ち着けば長州だ、長州長州、そうですね、長州なら削り切れますからね、いいな、長州に行かなかった長州知らない可能性もありますからね、誰そのおじさんって感じですねおじさんかどうかも分かんないですからね、さあ中足が機能している、さあ飛びをガードしている、3回飛ばれてますから、竜巻暴れ、あの飛びから、さああの距離はダメ、竜巻暴れ削る、相打ち、体力はいい勝負、さあ飛びが通る、中足中足、昇竜出た、シンクダブラリ出なかった、土方流勝利、さあ土方流1週間の成果を見せてくれた、そしておかわり、おかわりセロテープザンギ、さあ軒並みザンギがかかってこいと言わんばっかり、昇竜しっかり出る、しかしスクリューの前で起き上がりを食らってしまった、いやーきっちりはめる、ここは致し方ない、さあダヤシ、わーちょっと待ったが、わーって昇竜とかはしてこなかった、上からいった、ダブラリで落ちちゃう気がするんですけどね、さあ飛んではまった、さあセロテープ残機勝利で、続いてエキスパーさん、さあ厳しい戦いだった、そして再び龍残機、おっと飛んだらダブラリの手に当たってる、上からちょっと待ってスクリュー、あーっとアッパー、生アッパーは危ない、飲んでいく、さあ画面端はきついぞ、龍も、おっとダブラリ出なかった、きっちり真空は抜けて、しゃがみしゃがみ、おっと昇竜まで仕込んである、恐ろしすぎるエクスパー竜、あっと真空を読んでいた、今のダブラリ割っていた、スクリューを割っている、おっとダイゴスが当たっている、飛んで上から上から透かしたが、お釣りはおっ走っている、さあセロテープ勝利で、続いてハルキくん、ハルキくんいますか、さあ最後のプレイヤーはハルキくん、いやーまさかのエッサが大好きなやつですね、さあ画面端でアパカがあるからはまらないよと、
タイガーモード、これはやばい、あっつう間に体力が奪い返された。いや上から行った。いや今のスクリューはね、やっぱね、渾身でしたね、渾身のスクリューでした。アパカ出るよっと。お、大キックタイク。さあのしのし近づいてきたぞ。どうする、どうする。上は引きつけたいところ。おっと光っているぞ。当然光ってる方はザンギ。さあセルテープザンギ勝利で、ちょっとヒロポンさんやってますよ、ダルシムとバイソン。はいはいはい、DJ かリュウかみたいな。お、リュウザンギ、これ今連勝数1位誰なんすかね。トッププレイヤーはエクスパーさんかな。かな、あれ？さあ、ダブライ。お、竜巻。さあ後ろからめくって、当然ガード。安定しますからね。上から。さあ。ゼロドットだぞ、竜は。走った。ガード。真空削り。うわっと。上から行った。しかし上から引き返す。さあダブラリ。吸わない。ここは吸わない。体力差は結構できてしまったぞ。さあ真空ガード。しっかり読んでいたが、あ、台足が入っている。終了と。セロテープ残儀終了。ヒロポンさんのバイソンあれじゃなかったでしたっけ、ハクさんと当たってませんでしたっけ。なるほどなるほど。じゃあエクスパーさんと、エクスパーさんまだいます、エクスパーさん、エクスパーさん、お呼び出しです。エクスパーさんおられますか。準決勝、準決勝、なんて言うんだっけ、エクスパーさん準決勝です。トップ3が出揃いました。ハクさん単独トップ、ハクさん5勝、エクスパーさんとセロテープさんが2位3位ということなので、とりあえずプレファイナル、プレファイナルを決めていただく。3先でいいですか、じゃんけんで。セロテープさんがワンピー側、
2P、クレジット入れます。はい、プレファイナルは、3先ですと。さあ、エクスパーリュー 1P 側、2P 側セロテープザンギーと。さあ画面端、早速画面端に行ってるが、体力リードはエクスパリュー。お、シンク。さあぐるぐる回っているだけだが投げる。さあ一つ目、さあ、お、ダイゴスからの中足波動。お、風達からの、おっつ、いろいろと不思議なことが起きているが、さあ上からいったが割っている。まずはエクスパリュー勝利。さあ、カマシムでございます。さあエクスパーが昇竜拳を気持ちく、実際にやってましたね。席から離れてね、昇竜拳ってやってましたよ。あ、そんな盛り上がっちゃいましたリベンジ達成ですからね。そうですね、まあ言うてもね、セロテープね、セロテープ残機なんでね、竜拳戦は相当やってるはずなんですね。そうですよね、池袋勢ですからね。あ、勝てば嬉しいでしょう。さあ飛んでいる、うわーっとめくっている、やばいぞこれ。百裂張り手出てますからねエクスパーさんねさあめくりで、あ、めくりで竜巻で逃げて、さあすぐバックジャンプして画面端に行ってしまう癖はなかなか治らないが、さあその代わり真空をチャージしてすぐ吐き出すというこれはやらしいですね。おっと竜巻タイプ、竜巻、さあ竜巻昇竜、昇竜、さあ気が狂ったように必殺技しか出してないぞ。さあ削り真空、さあ3回目、3回目あるのか。あーっと波動、お、2試合目のエクスパー、なんかセロテープさんがおとなしくなってますねなんかねさあやりたい放題のエクスパーに対して、さあセロテープさんはじっくりね状況を見ているような感じにこちらから見えますが、さあ何やな不敵な笑みを浮かべながら、さあスクリュー、まだね得意の1ラウンド目が出てないですからね、まあ、セロテープさんの、さあ間合いを詰めていく。さあ亀梨、さあガードが硬くなってきてますねセロテープさんね、いいですね。さあ投げられている、さあスクリュー、投げ返しスクリュー、その場にいるとねスクリュー確定でしょうかね。スクリュー頑張って昇竜を出したが投げ、パイルドライバー、さあパイル、パイルセロ、パイルセロ、パイルセロ、セロセロパイル、さあ亀梨これね上からガードしちゃダメなんですよね。さあ弾きスクリューがちょっと出てないような気が しないでもないが、あ、でもセロテープさん弾いてないって言ってますよ自称。あ、で、いや、たまに弾いてますよこの人。あ、そうなんすか、うん、あ、これはさあ、相打ち狙い、あっと見事な前調整、しかし、昇竜拳どころか波動拳になってしまいましたね。さあ、さすがのセロテープザンギー、さあ、1本取り返して、これで星は2対1、エクスパーがリード。さあエクスパーはもうリーチをかけている状態。さあこれを勝てば優勝。さあしかしセロテープさんの動きがかなり良くなってきてますね。そうですね、2ラウンド見てますからね。あ、ここはちょっと狙いすぎたか。さあここはスクリューではなくて、
さあまたしても相打ち狙いだが今度はしゃがみ中足スクリュー 100% 入る。さああそこに昇竜拳合わせるのはかなりタイミング難しいんで、ね、そうなんですよね、うん、楽じゃないんですよね実は。さあどうなる。さあプレッシャーを感じて下がる。さあしかし投げられて、あっ竜巻。竜巻はちょっと予想外ですよねあれね。あれね、でもザンギガはね、あのとっさにね、なんかしゃがみコパンとかで落としちゃうんですよね、あれね。本当は対応したいですね。本当はね、しゃがみダイパンとかで痛いのを当てたいんですけど、なかなかね。さあ、ファイアハードで、エクスパリーチ。さあ、リーチですか。さあ、これセロテープさんの勢いがちょっとなくなったような気がする。さあ、ダブラリ出ない。さすがにあと1ラウンドとなるとね、ちょっとね。あ、小足からスクリューに行く。完全に昇竜割りに行ってましたね今だね、バンってやってましたけどね。あ、当たんないが揉んで、さあ昇竜は救って、台足なの。真空。今度は真空。さあしかし触れば死ぬぞ竜。バックジャンプ台系でここは投げた。ちょっとさすがに前落ちと思った、スルーさん。判断がね、遅すぎましたね、ここで後ろ迷ってる間に後ろに着地されて、ね、ダブラリで良かったんじゃないかっていう感じですね。まあ、相打ちでも、まあ、お互い死んでたでしょうけど。さあ、さあ、決勝、キャミー。さあ、セミファイナルを勝ち上がったのはエクスパリュー。さあ、そして決勝が、ハクさん5勝だったので、ハク、キャミー対、さあ勝ち上がってきたエクスパリュー。さあ竜キャミー、言うても竜キャミーなんで、まあ竜キャラ的にはかなり有利なはず。さあしかしここはハク君のキャミー、やり込み度合いはかなりのもの。さあ竹地カミキャミーから噛みました。噛んじゃいました。さあ、亀味、あっという間、竜巻。さあ、ここは昇竜。投げにはいかない。様子を見ていたが、昇竜拳出さないですね。さあ、昇竜。さあ、波動拳、波動拳は読まれていて、バックジャンプ。あ、これは入らない。真空。逆に確定。これは、いいお釣りだ。お釣りを出さない男エクスパーが、きっちり。そうですね、今ちゃんと入力早かったんでね、入りましたね。いっちゃうんじゃないかこれ。さあバックジャンプから竜巻。しかしちょっとアドバンテージがあるんですよね、ハクさん1勝してるんですよね。あ、そうですね、ハク君が1勝リードしてる形で中足から遅らせ真空はしっかりガード。さあしゃがみ台パンで落とす、うまいな。画面端を追い詰めていく。これはいやー、飛びが間に合う。さあバックジャンプ。さあ勝利は当たらない。さあ飛びが取ったがこれ安い。さあ不利が読まれている。さああのバックジャンプを落としたいが、さあそこは大勝利しかないね。おっと竜巻。さあしかしバックジャンプばっかり気にしていると急に波動拳を打たれた時とかに対応できないので、なかなか見切れるものではない。これですね、いや波動、これで両者1-1イーブンってことですよね。エクスパが1勝なのでハク君がそうですね1-1 1抜けだったので1本取っている感じ。さあこれで1-1ラスト2、ラスト2、どちらかが先に2勝したら勝ち。さあ一気に画面始まり、さあ今度は下がらないエクスパー。さあしかし下がる。さあ先出し中パンが強い。そうですね、ずっと出てますね。さああれ判定が強いんでね、普通の通常技で対空するとほぼほぼ相打ち。おお、なるほど。悪いと一本負けしちゃいますね。何でも潰せちゃいますね。かなり強いですあれね。お、きっちり波動を釣り。だいぶ嫌がってますね、エクスパーさん。
嫌ですね、あの中盤跳びはね。ただちょっと早出しなのでしゃがんでればワンチャンすかせるかもしれないですね。あ、透かしてますね。うん、ただ遅らせて出されるともろぐらいですね、しゃがみぐらいしちゃいますよね。全部入ってる。アッパー、おっと真空ヒット。さあエクスパッパーから着地に真空を重ねる。あれね、地味にね安定感あるんですよね。まあスパコンがある時以外はねやっていい行動だと思いますけど、さあスパコンがお互いにある状態であれをやってしまうとキャミーのなんとかストライク、スピンドライブスマッシャーか。そうですね。なんとかストライクとか全然違う名前だ。全部アウトでしたけどね。さあ来た、さあ波動お釣りで安定の削りで、さあ投げにはいかず昇龍はガードされている。さあこれだけアッパーでも落ちないのかな。さあ、お互いがギリギリ、あー、さあ立ち上がるエクスパーすごいですね、怒涛の。さあリーチをかけたのは、先にリーチをかけたのはエクスパーさん。さあそこはもう卓に行くべきでしたかね、歩いて昇龍か歩いて投げか。うん、もう行っちゃうしかなかったのかな。でも大足怖いですからね。ガンガン前歩く、おっと昇龍垂直で避けて次は打ちづらい。さあ竜巻はジャン第一般で落とされてめくりから昇龍拳、危ない。さあここは見ている。さあ進化ガード、今のはしっかり見てましたね。さあさあ今昇龍間に合ってたかもしれないですね。今通常技でなんかやろうとして食らったのかな。さあついに歩いて投げを食らう。さあこの投げを食らってしまうと他の卓が通る。さあ飛びはすかったが、さあ飛びは通さない。さあ大パンは当たらなくてめくりは許さない。真空削り、さあいい勝負。さあどうなる。おっと竜巻をキャノン投げか、通った。いや取り返した、両者 2-2。 ついに投げに行きましたね、ファイナルバトル。さあやはり歩きがあるから、投げと昇龍のタク通るんですね。あれね、あれ嫌ですね、あんな近づかれちゃうとちょっと、うん、かなりプレッシャーですよあれ。またこれが動きが早いんでね、龍側はね、ワンチャン波動拳を飛ばれると1回で死ぬ可能性もあるんで、なかなか打てないですね、あの前で、うん。さあ、昇龍ガードして、お釣りがなかった。さあ、またしても投げに行こうとしたが、さあ、ここはキャノン、スピンドライブな、スマッシュだね。そうそう、それで。覚えた、覚えた、うん。いやいやいや、忘れてもいいですよ、別に。さあ、逆にリーチをかけたのは、ハークキャミー。今ちゃんと入れてましたね。さあしびれる戦いは、さああの前ジャンプ台キックがね長いんすよね、キャミーすげえ長く感じるんですよあれ。投げる、竜巻を落とせなかった。あ、踏んではないぞ。あ、竜巻真空、さあ取り返した、遅らせ、もつれ込みましたね最後のラウンドに、ね、いい勝負ですね。開幕、なんと中キック。中キックで止まるんすね、あのスパイラルアロー。スパイラル止まりましたね。びっくりしますね、あれ。さあ、亀梨。さあ、勝利当たらない。お、きっちりファイヤー。これは大きい。さあ、ここは台足振らずに、昇龍拳を透かして。これは真空確定。真空確った。さあ、あーっと、中足ポクっといった。中足置いてある。勝ったのは、エクスパリュー、おめでとうございま す。一言お願いします。チャンピオン、チャンピオン、はい、お疲れ。およかった。信じられない、ハクさんは本当に格闘できるかな。前のスポーツでできるね、リアネケドできるかな。おー、びっくりした。
あーよかったですね、いい戦いでした。本当に本当に、うん、私は世界で一番です。すみません、ありがとうございます。さあ世界一のエクスパーさんがねマイクいただきました。エクスパー流でしたね。今日はねいい気分で帰っていただきたいですねそうですね、うん、またねジェスチャーが多めですけどちょっとでもエクスパーさんあれですよね、式でね調子いいですよね。そうですね、調子いいですね。式がね、多分彼も式は大好きだと思いますよ。お疲れ様です。さあというわけで今日も金曜日1月31日金曜日1月の一番最後の日です。明日が2月1日土曜日で2月2日の日曜日がハルキハル君のね、小物道、出ます。 S サガ対ハイビキさんの X バイソンかな、バイソン、はい、というね小物道10先があります。あごめんなさい、最初の月の最初の日曜日なんで、3-on の、イベントもあります。なるほど。何だったか忘れましたか、タイトルは。なんだっけ、 そうそう、それに似た X ビデオに似た感じのねタイトルロゴだったんですよ。なんとか V3 でしたっけV3 じゃなかった、なんかそんな感じ確か。そうそうそう、ですよね。そんな感じの3-on ですね。3-on ですよね、もうありますので、ぜひぜひ、明日は来週の土曜日なんでニュートンもありますね。土曜日はニュートンか。はい、はい、で日曜日はバーサスもありますと。今日寒いですね、風がすごい冷たくて。そうですね、朝から昼にかけてはまだ暖かかったかなと思うんですけど。そうですね、風出てきてから徐々に、ね、気温がかなり下がってまた冬の模様ですね。そうですよね。いやこの間参りましたよ、もう雪のね、あ次の日が激アツだったじゃないですか。はい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 、まあ、体調崩してる方もいらっしゃると思いますけど。そうですね、ちょっと上下が激しいですよね。10度ぐらい違ったんじゃないですか。もうだいぶ違いましたよね、あれ、あの日は。ちょっと朝起きたら雪、あの雨続いてたんですけど、雪積もってったところが残ってるところもありましたよね。いやー心配でしたけどね、俺バイクで通勤してるんで。あ、なるほど。雪だとね、もう歩いていかなきゃいけない。そうっすね。やめてくれと。そうっすね、危ないですもんね。そうなんですよ。いやーそう、雨もね結構降ってましたし。さあ久々優勝のエクスパーさんでした。こんなもんかな、なんかありますか。3月があれですよね。3月、はい、2-on、 あ、エクセスト。そうそうそう、エクセストだっけ。違う違う違う、あれエクサーじゃん。エクサごめんなさい、XER の方ですね。そうそう、優勝未経験の人しか出れないという大会があります。3月のいつかは分かんないですけど。ビッグワンですよね、南浦はビッグワン。ビッグワンですね。そうですね、はい、2-on-2ですね。はい、ちょっとね、まあ、直近だとそれぐらいですか。そうですね、大会はそんな感じですね。ちょっとね、もし出られる方はって感じですね。頑張っていただきたいところです。あ、そうだ、セロさんいるからあれだな、はい、セロさんこの間あれ幕張であったんですよね。エボジャパンですよね、はい、エボの、そう、サイド、うん、サイドトーナメントって何ですか。サイドトーナメントで X あったんですけど、そうそうそう、セロテープさん出てないんですよ。あ、運営の方か。はい、それでさん、別のタイトルの運営とかを手伝っている。なるほど、さすが顔が広いセロテープさん、うん、あんなやつ優勝DJ の方のこと言ってますよ。あ、あれか、優勝はハジさんの DJ ですね。決勝って誰と誰だったんですか。誰だったっけ、小江門さんかな、オペマイさんだ。オペマイさんのバルログだ。そうそうそう、オペマイさんか。そうですね。いやーすごいな DJ。 ちょっとツイッターで写真なんか見たときに、なんか西日暮里の光景っぽくて笑っちゃったんですけどね。いや、その X の写、会場の写真を見たときに、はいはい、西日暮里の日常みたいな感じの風景だったんで笑っちゃったんですよ、ね、あ、いるメンツがです、ね、そうそうそう、映ってる人があれ知ってる人しかいないぞみたいな。火曜日の西日暮里だぞみたいな感じがして。
大会的には人はどれぐらい集まったんですか、その X の大会。結構50人ぐらいはいましたよね。ちょっと私もあれなんですけど、正月さんが主催してくれてて、あの永田正月さんね、はい、60人前後。いや、あのね、実はね、奇遇なことでね、私ね、今あれなんですよ、見れるんですよ。そうっすね、試合数しか出てないか、ごめんなさい。結構いろんな方出てまして、まあ、ね、やっぱウルツー勢とかもいたんですよね。ウルツーもウルツーであったんで、サイドトーナメントが、はいはいはい、優勝ハジさん、準優勝オペマイさん。普段ね、X やられてない方、専任じゃない方とかも、やってくれたりとかしてます。そうですね、ターボとウルツーもありましたと。ターボ、うん、で3位がストマックモミオさんとコエモンさんと。あ、なんか書いてあったの、モミオのなんか勢いを止めたとかなんか書いてありましたね。そうっすね、モミオさんすごいっすね。モミオさんなんかあれっすね、あ、明日はそうだ、あ、モミオ杯主催のね、おっとイベントが、おっと忘れてましたよね。あれ、ビッグワン、ビッグワンです。あ、南浦和のビッグワン、うん、モミオ杯でしたっけ。モミ杯かモミ杯ですね、字余りですけどはいはいね、そうっすね、そんな感じですね。え、モミ杯何時からでしたっけ。結構早い、14時に南浦和ビッグワンフリップ。あ、なるほど、ちょっとお得ですよね。そうですね、モミ杯がね、ビッグワン14時ですね。明日か、明日は俺はちょっと用事があるんでね、ちょうど時間が、そうなんですよね、人それぞれですからね。山本もね、残念ながら。じゃあこんなもんですか。はい、こんなもんですね。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。山本でした。はい、round
はい。
Round
Kill him!